世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本人がしたある評価に関する話題をご紹介します。平和維持と社会の発展を目的として作られた国際機関である国連、正式名称を国際連合と言い、目的達成のために協力を誓った独立国家が集まり、1945年に発足されました。国連は平和と安全、経済、社会、文化、環境、人権や自由にまつわる難題をテーマに、加盟国がディスカッションをする場として機能しています。そんな国連が創設75年を迎えた2020年、これまでの実績に関して世論調査が実施されました。行ったのはアメリカの世論調査機関ピューリサーチセンターで、北米と欧州アジア太平洋地域の先進14カ国が対象となり、聞き取り調査が行われました。その結果、新型コロナウイルス対策や気候変動に対する行動の呼びかけ、平和の構築といった主要8分野で、それぞれの国の過半数以上が国連の対応を評価していることが判明。そんな中、国連に対する評価が最も低かったのは日本で、なんと約6割が国連に対して好感を持たないと答え、好感を持つという回答は約3割。ちなみに前年の調査では、日本人の約5割が国連に対して好感を持つと答えており、好感を持たない人は約3割にとどまっていました。なぜこのような結果になったかというと、もともと国連に多くの貢献をしているにもかかわらず、日本が常任理事国になれないことに対する苛立ちがあると言われています。常任理事国とは、理事国の地位を恒久的に有する国のことで、アメリカ、イギリス、ロシア、フランス、中国の5カ国のこと。第二次大戦の敗戦国だった日本は、1956年に国連加盟を果たすと、自由主義諸国との協調、アジアの一員としての立場の堅持と並んで、国連中心を外交三原則の一つに掲げました。安全保障理事会の非常任理事国を国連加盟国では最多の12回も務め、国連加盟国が負担することを義務付けられている通常予算の分担金の 10% 近くを負担し続けるなど、財政面でも貢献。実績を積み上げた日本は、常任理事国入りに積極的に意欲を示してきました。しかし、中国や韓国の反対があり、未だ常任理事国になる見通しは立っていません。一方で、近年存在感を急速に高めているのが中国。国連の15専門機関のうち4機関も中国出身者がトップを務めているのに対して、日本はゼロです。また、国連の分担金でも2019年に日本を上回り、アメリカに次いで2番目となっています。国連事務次長などを歴任した赤坂清隆氏は、中国の影響力が増す中、日本が思い描くような国連改革が進まず、日本人幹部も少ない。国連安全保障理事会の機能停止も目立ち、募った不満が今回の低評価に結びついたのだろう、と指摘しています。実際、中国の影響力が明らかに現れたのが、WHO のコロナ対応ですね。ちなみに日本人の WHO に対する評価も他国に比べて低い傾向があったのだとか。この日本がした国連に対する評価について、海外の人々からは様々な声が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、一緒に見てみましょう。海外の反応。日本人はいつも通り正気だ。俺も日本人の考えに同意するよ。国連は拒否権を持つ国だけのためにある場所だよね。国連は一体何をやっているんだ？なんで中国がしているアジアでの横暴に対して何も言わない？あの地域の平和は中国のプロパガンダによって壊されている。アジアだけじゃなく、世界の平和と調和と安定もだ。人間の心があるなら中国との取引はやめるべき。
きっと国連は中国共産党に買収されてるんだよ。国連は ICC 国際刑事裁判所が運営すべきだと思う。本来の目的は一般の人々を守ること、各国の国内問題に干渉することじゃないんだ。だから自分は ICC が運営する方が妥当だと考えている。正直なところ国連は牙を抜かれた虎だと思っているよ。私の最大の不満は、国連がヒューマニティを重視しながらも中国とロシアが拒否権を持っているという事実。なんで国連が非人道的な扱いをしているとみなしている2カ国が国連で拒否権を持ったままでいるの？国連がもっと仕事をすれば世界を公平に見られるようになるはず。あそこは人類のために何もしていない組織だから、まず無理だろうな。国連の人権理事会には違反者が何人もいるという、非常に大きな問題があるな。パンデミックは世界的に多くの犠牲者と経済的損失を出している。それなのに国連は発生地に対して何もしない。過剰にあの国を恐れているんだ。国連がちゃんと仕事をしていると思っているのは CNN だけだぞ。もしかしたら日本は第二次世界大戦中に犯した残虐行為の罰を十分に受けていないのかもしれないな。この調査、アメリカ政府が金を出しただろう。半数以上が評価するわけない。俺は国連がいい仕事をしているとは思えない。むしろアメリカの全ての行為に反対するために団結する小さくて無力なギャング集団に過ぎないと思ってるくらいだ。まずは戦勝国と称する奴らの拒否権を剥奪しろ。話はそれからだ。これは間違いなく日本人が正しい。国連は中国共産党の操り人形が運営する機関で役立たずの組織。人類に何も貢献してないじゃん。国連は中国のために動いてる。そもそも中立じゃないよね。投票方法や国連決議は真の国際法とその法律学に反しているよ。まず国連は諸外国が中東の国々にこれ以上武器を売らないように説得するところから始めたら？まずは常任理事国の拒否権を剥奪しよう。あの5カ国が全ての決定を握っていて、それに対して国連は何もできないなんておかしいよ。私、国連は腐敗していると思うの。だって中国に支配されているし。以上が海外の人々の反応でした。どの意見も日本と同じく国連に対して良くない評価が多かったですね。このようにきちんと機能していないと思っている人が多い国連ですが、日本は今でも国連の常任理事国入りを目指しているのです。そのメリットとしては国連を中心とした社会平和と安全の維持が促進されること。また、日本の国益を国際社会においてよりよく実現できることが挙げられます。しかし、日本の常任理事国入りが現実味を帯びてくると必ずぶつかる障害が。それは、現在の日本の憲法では、国連の安全保障理事会が実行する平和維持活動などに必須の集団的自衛権の行使ができないことです。集団的自衛権とは、ある国が武力攻撃を受けた場合に、直接攻撃を受けていない第三国が共同で防衛対処する国際法上の権利のことを言います。日本が常任理事国になれば、自分の国ができないことを安全保障理事会のリーダーとして他の国に指示する立場に。つまり、日本は現在の憲法で集団的自衛権の行使が禁じられている状態なので、国連の安全保障理事会の任務は果たせないのです。この現状に対し、そんな状態は偽善ではないかという批判が昔からあります。日本は1990年代から国連の安全保障理事会の常任理事国入りを希望してきました。しかし、国連の安全保障理事会は国際的な平和と安全保持のために紛争当事者に間接的に平和的な解決を促す PKO 平和維持活動や PEO 平和執行活動を行います。国連を代表して紛争している地域に部隊を送り、
複数国から集まった部隊は必要に応じて集団で軍事行動も取るのです。しかし、現在の憲法第9条の規定で集団的自衛権は行使できない日本。この国連の平和維持部隊にも集団的自衛権の行使や戦闘地域での活動が予測される場合には日本は参加できないことを国内外に宣言してきました。批判的な意見の代表として今でも言われているのは、1994年1月に連邦議会上院が全会一致で採択した決議だと言われていますので、その内容を紹介します。1、日本は憲法の規定により軍事行動を伴う平和維持に参加できないと宣言している。2、日本が参加できないという国際安保活動なしには国連安全保障理事会の通常の機能は果たせない。3、日本が現状のまま常任理事国になった場合、普通の理事国の責任や義務も果たせない。4、日本は自国ができない国連安保理の軍事行動を決定し、他国に指示して他国の軍人を危険にさらすことは不公平であり、偽善である。5、日本が憲法上のこの制限をなくすまでは、日本の国連安保理常任理事国入りを支持すべきではない。このような決議をした背景には、当時のクリントン政権が日本の常任理事国入りを支持したことがありました。つまり日本に常任理事国になりたいならば、まず憲法の改正をしなさいという要請をしたのです。日本が憲法改正をするのか、それとも改正せずに常任理事国に入れるのか、皆さんはどう思いますか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは、ミナがお送りいたしました。